コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、セイントセイヤショップに行ってきたっていうね、池袋のねパルコで、昨日から、開催しております、昨日はね3月2日ですね、3月2日の金曜日から、やってますね。それにね、今日行ってきました。で、いろいろね、購入してきたんで、それの紹介というかね、まあ、あと開封もあります、はい、なのでね、引き続きご覧いただければと思います。まあね、まあ池袋久しぶりに行ったんですけどね、いやー、まず最初にそこのパルコのねワンフロアなんですけれども、ワンフロアのほとんどがねなんかキャラクターグッズでもう埋まってましたね。あったのが、おそ松さんグッズと、あとサンリオ男子、あとなんかよくわからないなんかアニメなのかわかんないですけれども、あのね萌え系なキャラの、多分アニメなのかな、それがね多分今日からなのかわかんないんですけど、なんかすごい列ができてましたね。最初あのセイントセイヤの列かと思って焦ったんですけどね、全然そっちの列だったっていうね。いやー相当男ばっかでしたけどね、もう階段のところがもうすっごいもう行列できてましたね。何人いたんだろうっていうぐらい、まあ、入場制限でしょうね多分ね、でセイントセイヤもね、一応入場制限するかもしれないっていう風にねツイッターで書いてあったんですけれども、すっごい閑散としてましたね全然空いてました。まああとね、あの行ってびっくりしたのは男の人が一人もいないっていうね、セイントセイヤなのに女の子ばっかり、なんだろうね、今流行ってんのかな、なんか女子がいっぱいでしたね。なんか店員も全員女子でした、はい、もう女性の方ばっかりで、男私一人でしたいやそんな状況でしたね。まああとね他にも、歩き回ってビッグカメラ行って山田行って、あとイエローサブマリン行って、羅針盤行って、でアニメイト見てって行ったんですけれども、池袋って街は、女版秋葉原って感じですね。もうほとんどね女性ばかり、どこのお店行ってもほとんど女子ばっか、アニメグッズなのに、あの普通のね、ジャンプ系の、アニメキャラクターのグッズコーナー行っても女の子ばっかり、男が全然いないんですよ。俺にはびっくりしましたね。でアニメイトの前にはねもう女の子の人だかりができてるぐらい、ほんと女性の街でしたね。いやー、まあ、秋葉原じゃないオタクの女の人っていう感じなのかな、街的にもう逆転してますね世界が。いや秋葉原何回も行ってますけどね、男ばっかっていうイメージですけどね、逆に女ばっかっていうね、はい、まあっていう感じでね、まあいろいろとね多分、まあ、画像でねいろいろ出てたと思いますけれどもね、そんな感じでね、行ってまいりましたけれども、ということでね、早速、買ってきたものをですね、一つ一つご紹介していきましょうか、まず、1個目がね、ちょっと、変わったものなんですけれども、こちらですね、コースター3点セット、ペガサスのクロスボックスとヒロケでジェミニのクロスボックス、これのコースターですね。こちらがですね、お値段いくらだったっけ、お値段書いてないのか、あれ忘れたな、1600円かと、そんぐらいだったと思う。でこれはねこの1種類しかないです、はい。なぜペガサスとジェミニなのかっていうのはね、ストーリーが分かってる人は分かると思います。まあ要はこのね、
12級編だと、ラスボスがね、ジェミニのサラなんでね、多分そういうことだと思います。はい、ということでこれが1点目。はい、で、2点目がですね、こちらですね。はい、ジェミニの、栓抜きですね。要はここが栓抜きになってる感じですね。でジェミニは、謎男バージョンですね。兜とかぶった謎男バージョン、かっこいいよな。本当は強行もあったんですよ。アーレスもあったんですけど、これ1個ね2500円するんですよ。だからまあ強行も買ったらこれだけで2点の5000円いっちゃうんですよ。めっちゃ高いと思って。重みがすごいあるんですけど、ずっしりとね。まあ、絶対使わないんですけど、まあ、グッズとしてね、コレクションとして、購入しましたんでね。うん、いや強行も欲しかったけどな。こう2500円って高すぎだろうと思って、はい。まあ、これが2点目です。はい、続いて、3点目、3点目はこちらですね。ジェミニ、はい。まあすいませんね、自分の星座なんてもうそればっかりになっちゃいますけどね。これ裏返すとあのジェミニのクロスボックスになってますけどね。これのペンケースですね。これはね、アナザーディメンションペンケースって言ってね、ちょっとね、まあ、面白い工夫がされているんでね、こちらはねちょっと開封して、ご紹介します。はい、実物をね開いて、はい、何が出るか。はい、で続いてはですね、こちらですね。はい、ジェミニのサガ、はい、こちらのねアクリルフィギュア、アクリルフィギュアですね。ジェミニのサガ、組み立てて飾る感じですね。はい、こちらもね、2つ買おうと思ったんですけどね、まあ、1個がこれも結構1000いくらなの、1500円か1600円かなのでね、とりあえず1個だけ買いました。まあこれは開封しないな。うん、もったいないもんな。うん、まあ実際こう見れてるしね、うん、かっこいいよな。はい、ということで、これが4点目。はい、で続いてがですね、こちらですね、アクリルデカードっていうことでね、こういう風にアクリルをパカッと外してね、まあ、さっきのこれと同じように、フィギュアを立たせることができるというね、1025種第2弾です。第1弾はねもう前に、なんかのあれでイベントで、発売されてますけど、これ第2弾ですね。こちらが、500円だったかな。うん、でそれをね、3点購入しました。まあ、もちろんウィンドウボックス、ウィンドウボックスというかね、中身は見えないんで、目当てはジェミ、うん、もちろんね。はい、ということで、これは開けてみないとわからないので、これはね、開封します。あとあと、はい、とりあえずこれ、はい、で、最後、ちょっと最後になりますけれども、こちらですね。はい、アクリルマグネット、これもねまたアクリル製なんですけれども、これもね結構いいんですよ。ちょっとね見本見たんですけど結構いい出来なんでね、これも結構種類があるんだよな、何種類か。はい、これも中が見えないんで、とりあえず、3つこれを3つ購入しました。これ400円か500円のこっちも分かんない、確かそこら辺、なのでこれも開けます。はい、こちらも開封します。ということでね、以上6種類ですね。はい、こちらを購入してきました。いやほとんどねもうジェミニグッズを買いに行っただけですけどね。はい、
まあやっぱね、時勢差狙いですからね、他のセイヤとかも買っちゃうとね、もう半端ない額いっちゃうんでね、もうこれだけで、約11,000円、12,000円ぐらい、かかりましたね。いやー結構散財しちゃったな。もう帰りも数百円ぐらいしか残ってなかったですあんま乗ってかなかったんで、ほんとギリギリでしたね。ということでね、ではね、ちょっと長くなりましたけれども、ここからちょっとね、このアクリル2つ、6個、開封したいと思います。ではね、とりあえず後ろのね、ここをちょっと破いてね、いつでも取り出せるような状況で、皆さんとね、見ていきたいと思います。はい、ということでね、まずね、アクリルマグネット、こういう風にね、ちょっと汚くなっちゃったんですけど、こういう風に、開いた状態で、してあります、全部ね、ということでね、開封していきたいと思います。まあ、もちろんね、狙いはね、サガ、チェミニサガなんですけど、20何種類あるのかな、なのでね、出る確率は相当低いです。はい、さて1個目何かいきます。アクリルマグネットの方ですね。はい、いきます。せーの、ジョン。ラダマンティス、ワイバーンのラダマンティス、こういう感じでね、2層になってますね。で、マグネットがついてて、パツンと鉄に貼り付く感じですね。1個目はラダマンティスですね。ラダマン、結構ラインナップ的に忘れたんだよな、どんな感じか。で、2つ目いきます。せーの、ドン。ワスジャン、シュンですね。いやー、ちょっとシュンは外れたな、俺の中でも。まあ、シュンはどうなんだろう、女の子受けかな、男受けはしそうにないよな。じゃあ、3つ目、ラスト、アクリルマグネットラスト、せーの、ドン。あ、これ分かる人いますかね。これアイザックってやつですね。なんだっけ、星座を忘れたな、アイザック。いや、これ結構なんだろうな、マイナーってもないかな。いやー、チキショー下がってなかったな。まあ、いいか、こんなもんだろう。ということで、じゃんじゃん行こう。はい、次、アクリルデーカード。はい、こちらもね、もうすでにこう破って開封してるんでね。よし、いきます。1個目、まず1個目。せーの、よいしょ。なんだこれ、ライブラどうこう。ライブラか。まあ、ゴールドセイントだけまだいくかな。いやいや、どうなんだろう、時勢差じゃないから。はい、で、2つ目、できます。せーの、お、セイヤ。このセイヤかっこいい。ペガサスセイヤ01。あ、これはいいね。これは当たりかな、俺の中で。よし、いいぞセイヤ。はい、続いてラスト、アクリルカードラスト、ラスト頼む、来い。はい、あーちゃー、ピースケースのアフロディーテですね。
マジか。ゴールドセント2つ出たはいいけどな、自制座じゃないんだよな。どこなんだ、どこが16番か。いやもう一回行く機会あるかな。外れたな。まあまあまあ、俺の運はこんなもんですよ。はい、ということでね、じゃあちょっとこっちのねジェミニのペンケース、こちらをねちょっとね見ていきましょう。はい、ちょっと一回これをね開封します。はい、こういう感じでね、ジェミニのクロスボックスが、チャックのあれなってますね、金具に。はい、で、ジェミニ、はい、このペンケースはね、ジェミニしかないです。はい、まあ名前の通りアナザーディメンションペンケースなんでね。では開けます。さあ中身がどうなっているか。プン、はい、お約束の紙が入ってます。これをちょっと取り除かないと見えない。はい、いきます、せーの、オープン、アナザーディメンション、すげえかっこいい、これ謎男バージョンだけどね、アナザーディメンション、すげえ、アナザーディメンションしてるぜ。要はこのペンケース中身が異次元へとつながってるっていう意味で、このアナザーディメンションっていうね、外は普通のなんともないあれだけど、中身を見たら早速アナザーディメンションにかけられて異次元に飛ばされるっていうね、そういう凝った作りになってますね。いやこれはいいね。はい、ということでね、今回はねセイントセイヤグッズを買いに行ったっていうね、まあ、セイントセイヤグッズっていうよりもジェミニグッズを買いに行ったっていう感じだよね。はい、ということでね、もうちょっとねお金に余裕があったら、こちらのね、このカンカンキリカンキリカンキリだっけ、あ、栓抜きカンキリじゃねえよ、栓抜きの、強固アレスと、あとまたこれはリベンジしたいと思いますね、また行く機会がありましたらですけどね、まあ期間中に行けたら行きたいと思います。一応ね3月の17日から、新たなアイテムが追加されるんでね、もしかしたらお金に余裕があれば行くかもしれないです。またその時にね、購入してきて、まあ、こういうねアクリル系を開封できる機会がありましたらアップしますんでね、この機会に、チャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。はい、ということでね、今回はこれにて終わりたいと思います。長い間ねお付き合いいただいてありがとうございます。もしよければね、いいねボタン押してくださると、これからも励みになりますんでね、あとね、リクエストもありましたんで、部屋のね、紹介などもしますんでね、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。では今日はこれにてご視聴どうもありがとうございました。